バッティングに関してはやっぱり少し落ちますからね。ただバントがそんなに苦手なような感じに見えないですけどね。引き続きバントの作戦になるか。今度はバントをした。キャッチャー銀次郎がボールを取る。あと一塁送球が悪送球。二塁に達していた小坂は三塁へ。守備のミスが出ました。これで一塁三塁、記録はエラー。これは岸君を苦しめますよね。記録は犠打エラーになります。送りバントと、そしてキャッチャー銀次郎の一塁送球エラー。あのステップした時に左足が人工芝に取られましたね。ああ、なるほど。